前回の動画でね、カズさんからこれやっといてみたいな、お願いしていいですかみたいないただいたんですけど、うん、それまだ頑張ってください。やばいって、いや違う違う、絶対違うから。切腹気も違うだろ。それなんでスコップ持ってんだよ。埋める気満々じゃねえかよ。埋める気満々じゃねえな。もう可能性あるな。嘘やな、この2人。やっぱカズさんのやっぱおね、お願いということで、はい、もう何時間かかるか分かんないです。で、しかも僕ら掲示板見てません。そうだね。じゃあ見に行きますか。行きましょう。エンドとは言ってたよね。エンドエンドに行くってのは分かる。そう、さあこれで、あ、これかな、これか、これか、ウィン。え、なんだこれ。え、エンドの片付けお願いできますか。オラ諦めました。諦めたの、カズさん。エンドの片付け、なんだろう、なんだエンドの片付 け, 片付け。え、なんか汚れてた。ちょっと見に行こうか、そしたら行こっか。行かなきゃわからん。ね、そうだね、でもちょっとなんか怖いな。怖い怖い。なんかエンドだから死ぬ可能性あるし。あるあるある。エリトラはまあまあなくていいか。いや、絶対やった方がいいと思います。俺最近エリトラなきゃ無理なんだよね。絶対あった。落ちた時よってことだよね。そう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 。じゃあちょっと俺も。いや、エリトラは逃げるに使えるからね。あー確かに。でもロケットラビ5発か。俺逃げるよ。なんでそんな花火枯渇してるの。いやもう、まあ、だからこれから集めていく、これから、はい、で昨日の裏倉ではそのツルハシをやってたから。昨日深夜になんかマイクラしてたじゃん。そうしてたよ。絶対ロケット花火優先順位。優先順位一番高いで。そっかそっかそっか。俺あれやってたわ、ごめんごめん。ツルハシを強化してた昨日ずっと。自己満の鬼やん。自己満の鬼やんじゃん。え、タイってそんなあんの。あるっすよ。え、何発あんの。いやもうワンサク以上あるっすよ。3本3本じゃ足りねえだろ。もっとやるよ。ありがてえ。ありがてえ。逆に腹立つわ、3本。シャーシー本調でシャーシー。いいよ、もう5本ぐらいやるよっていう。それだ。前に出てくるやついたわ。そう、ルーズリーフ1枚でもさ、結構高校生からするとちょっと嫌じゃない。ルーズリーフ1枚はまあまあ結構重くない。いいんだけど重くない。毎日さ、うん、あ、出す出す出す、毎日くれって言ってくるやついるじゃん、俺みたいに。俺小学校の時、隣の女子にルーズリーフ1枚くれって言ったら死ねねえ、なんか冷たい目で見られたから。それは多分普通に大原のこと嫌いだから。普通にね、実はね、うん、あんま関係ないよ。怒った俺。多分嫌われてたその時。じゃあオンラインパン。さあエンド来ましたけども、ほらもうまだか。エンドのカズさん何諦めたの。カズさんが諦めた。え、ウィザー。え、俺予想していい。え、待って、ねえ、おわら、待って待って、やばいやばい、ウィザー、ウィザーいる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 。なんだよ、やばくね。やっぱカズさんがやった。カズさん、そういうこと。カズさん、カズさん、ウィザーか。ちょっと待って、エンダーチェスト置いていいんだよね、ここね。え、小分析の上ちょっと、一、まあ、回現世に帰ってきた方がいいんじゃない。一回現世戻るか。一回戻ろう、タイタイ戻ろう。うわ、怖え、よかったー。やばいって、めっちゃ言ってる、めっちゃ言ってる。やばいよ、マジで。ちょっと一回戻って、ウィザー戦に備えよう。カズさーん。カズさん、諦めましたっつって。今日はウィザー戦ですね。ウィザー戦。でもさ、確かに3人いると結構強いよね。うん、まあ、そうだよ、1人はお得意焼きいけるから。確かに。俺だってさ、ずっと走り回ってたもんね、前ね。もうキヨキヨさんの得意技、うん、おとり。エンドの片付け、片付けって書いてあるし。まあ後始末ってことね。後始末やな。ある意味あの最初のやりとり間違ったよな。そう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 。伏線回収、ね、ちゃんと やるっていう、ちゃんとゃ倒して埋めるっていうね、とこまで、うん、じゃあやりますか。やるか。え、これってガチ装備ガチガチだよね。俺もガチ装備でいきますよ。あ、違う、前でも前ネザライトで行ったっけ。いや、てかね、マグニーサの動画見てて思ったんだけど、うん、エリトラ使いながらだったらすぐ終わるわ、うん、あ、マジ、うん、あんなに最初なんか俺エリトラやめないやつよって言ってたのに。え、でもさ、エリトラさ、もし死んで爆発されたら終わるよ、マジ。エリトラそういう人は何も成功しないから。バン。いや、前俺ら剣でいけたやん。剣と弓でいけたね。前剣と弓でいけたから剣と弓でいこうよ。いや、でも俺は帰ったよ、マジっすか。俺はちょっとね、やっぱ成長したところをみんなに見てほしい。なるほどね。そう、ああ、そういうことっすか。そう、いや、でもなくしたら痛いよ。でそれも、あの、自分の動画で撮りに行くっていう美味しいパターン。なるほどね。構図ができてる。いや、もうそうよ、もう美味しいっつったか今。美味しいって言った。大体なくそうとしてるよね。いや、いや、いや、進んでなくそうとしてない。いや、知ってないって。そう美味しいってまで聞こえて。そう。あ、ほら、休憩さす。あ、俺だったあえて俺じゃないよってのそう、俺じゃないよ。俺じゃないよ感出しとく。俺じゃないよ感大事。悪いわ。おはー、あー、キキー。よし、行こうか。じゃあ、俺2軍装備で行こっかな、普通。俺1軍で行くっすよ。マジ？うん。
ダメージなんて食らわねえから。まあ見てると俺のすごさ。ツルハシとか置いてこ普通に。ツルハシいらん。ツルハシとか置いてって。エンダーパーリス必要でしょ。シンプルな謎なんだけど、なんで出てそんな自信満々なの。え、いいやん別に。いいんだけど、いいんだけど、まあ、怖いよちょっと。超自信満々じゃん。でも俺鬼神残波刀は持ってくわ。うん、やっぱこいつ強えから。え、その剣マジ強いっすよ。この剣マジボコボコにできるから、うん、これだけ持ってて。エリトラちょっともう封印しよう。エリトラ怖いで、ちょっと二軍のダイヤモンド、いやーこれでいこう。ネザライトでいこう普通に。よし、俺はこれでいく。あとなんか耐火のポーションとか必要なんだっけ。ちょっとだけ俺ポーション持ってるから、まあスプラッシュパーティーして、スプパする？スプパしちゃおっかじゃあ。いやーこれ怖いよ。これ怖いね。いきなりだよ。俺ウィザー戦うと思ってなかったよ今日の撮影で。俺もだよ。バンみんなそうや。みんなそうだよ。それに関しては普通に考えてた。突然降ってきたウィザー戦だ。俺はもういつでも OK よ。スタバ行きたくなってきたあのたまにさ、大原も清もなんだけどさ、うん、本当にどうでもいいこと挟む。大原のローストビーフ食べたくなったり、うん、知らんってその食べたくなったやつに。それは俺も反応できないね、それは。ね、じゃそれも耐えたりなんかね、うん、いつもなんかのろけ話3時間ぐらいするから。そう耐えたり。さっき彼女の名前叫んでたからな。俺じゃねえだろそれ。あーっつって。それは俺じゃねえだろ。あ、そっか、違うか。違うよ、もうエンダーマンって言ってましたもん。彼女エンダーマンだよ。彼女エンダーマン。よし、じゃあ行こう。行こう。じゃあエンド集合で。はいよ。じゃあ今回死んだやつは、いや大丈夫、はい、俺とキヨ大丈夫それ今回死んだやつは、うん、生き残った人が100万円ぜひともやらせていただきたい。デス RTA それやばいな、それやばいな。俺真っ先に奈落飛び込んでいくよ俺はエリトラでエリトラで行くぞ。エリトラで長く突っ込んでくよ。それめっちゃおもろい。デス RTA めっちゃ面白いな。まあ、金のリンゴ一応持ってた。そういうお金をね、かけるとかよくないですから。よくないです、そういうの。そうだね。よくない。いきなり正論マンになるっていう。ごめんっていう。いや、楽しいだね。じゃあ今日の作戦は、あれだよね。まあ結局さ、誰かが一人おとりになり続けてさ、弓で撃つとか剣で芝くとかだよね。結局とか言わない。まあでも実のところ、ね、そうなってしまう可能性はある。俺さ、前回あれ、一人でね、引き立て役だったからね、俺ね。ね。俺あでも最後俺鬼神残波刀で結構ぶちかましたから。キュウキュウさんとどめさしてますから。そうか、鬼神残波刀ね。あれ強いんだよな。あ、待って俺弓ねえよ。あ、俺弓忘れた俺。ああ、必殺忘れてしまいましたか。キュウキュウさんあれじゃん、鬼神残波刀じゃん。鬼神残波刀担当で。担当で。よし。よし。行こうか、大原。すぐ俺置いていくじゃん。だいたい。だいたい気をつけて俺。ネザーゲートの殴ってるだけだから。なんてことすんだよ。危ねえ。本当に危ねえじゃん。危ねえ、本当に危ねえ。やめなさいって。よし、行こう。行くぞ。じゃあみんなレッツラゴーしよう。待て待て待て。あ、来た。パーティーする？チャグパや、チャグパ。え、使うよみんな。え、使っちゃう？これピンチだったら使ってるだから。再生のスプラッシュポーション。俺今ね、治癒の即時回復感持ってる。ありがとう。一応安心使う？ちょっと欲しいな、安心。まあ、一応使うか、やっぱ視聴者さん。じゃあ。キョキョさんとりあえず1個もし切れたように持っといて。あ、オッケー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 、了解っす。あ、てかここに置いてきゃいいか、ポーション。確かに、ここに常設しちゃっていいっすか。だから、大原さん、シュルカの名前がなんか不思議な薬のまされて。バンやばいんだって。じゃあ、力使うよ。カモンカモンベイベイ、アフリカ。アフリカありそうだぞ。アフリカ。二人のノリが濃い。いやいやいや、俺別に乗ってねえから、ね。クラハイ、クラハイ。ウェイパー飲んでる感じだったわ。早くちょうだい。あ、いてこれで、ね、気持ちいい。ああ、気持ちいい。ああ、行こう行こう行こう。気持ちいい。レッツゴー。行きましょう。レッツゴー。いやでも俺引き立て役がいいな、多分。ね、多分引き立て役って使い方絶対間違ってる。引き付け役。そう、引き付け役です。引き付け役して、俺だから逃げ切るのよ。そう。どこいるかな。あ、弓ないから。だどこいる。ほう。え、どこいる、もういる。さあ、誰かターゲット持ってる。違うね、エンダーマンが多分ターゲット持ってんだ。おお、ラッキーじゃん。あー、でもあれか、弓ないとダメ。見て、俺の攻撃見た。え、どこいんの、どこいんの、みんな。タイタイに当たりそうなんだけど。どこいんの、みんな。え、みんなどこいんの。奥。奥。俺なんか、エンダーマン戦ってんだけど、俺。よし、戻ってまいりました。行こう。どこだ、どこや。消えた。あ、終わった。あれ、なんかタイタイが切られてんの。あれ、どこいる、どこいる。あー、ウィザー、奥側いるな。奥側。あ、痛い。うるせえ。タイタイいるな。いや、俺今いないっす。ちなみに俺今いないっす。
ちょっと待って、何これ怖え、マジですごいね、すごいとこにいますね。タイタイが飛び回るとですね、ウィザーとターゲットがタイタイ向いた時にあいつも高く飛んでいくっていうなるほど。さあ、あれウィザーの、あ、ウィザーいたな。あ、でもエンダーマンに切れてるね。そうだね。あ、いただだだ、俺はなんでエンダーマンと戦ってんだよ、うん、俺が一番来てよ。やべ、お、死ぬな。ちょっと待って、ちょっと俺死ぬ、俺エンダーマン討伐してんだけど俺今一人で。なんで違うゲームやってんの。本当だよね死ぬ死ぬ死ぬ、俺死んでマジで爆発で物消えるってかマジやばいから。ちょっと俺弓忘れたし。よし、このエンダーマン切れる現象やめてほしいわマジで、ね、もう別ゲーやってるからね。シャー救急オンライン。いや水持ってきてよかったマジで。あ、ウィザーめっちゃ上にいるな。俺おとりになりてえな。俺おとりになります。はい、俺やっぱ M なんで。いや聞いてねえってなるもん M に関して。俺 M なんで、俺おとりになります俺。あれ、あ、いた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 、こっちよこっちよこっちよ。もうボコクスかよ。おウィザーこっち来いやこれ我こっち来いや。昔の癖が出てる。ターゲット向かねえよ。なるほど。多分近く飛び回ってるだけだとね。普通に。うしょ。来ない。うしょ。おっしゃ、一発殴った。ダメじゃ。一発殴った。どうなってる、どうなってる、どうなってる。来てる俺のところ。あー、俺の来てんのかなこれ。うわー、待って、俺来てるな、来てるな、来てる来てる来てる。あー、くぐれてる。よし、頼んだ。あー、なんかエンダーマンにもくぐれてる。なんでエンダーマン、お前は用なしよ。お前用なしよ。あ、じゃ、みたいな。ハードのエンダーマンマジ強い。あ、いいね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 。さあ、キヨキヨチャンネルの動画内容にかかわらずウィザーが一切僕の画面に映っておりません。ふぅぅぅぅ、怖い怖い怖い。で、あんま、そっか、遠く行かない方がいいとかある。あ、ちょ、ごめん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 、大原とか言っちゃった。ごめんごめんごめん。誰かエリトロで遊んでるやついねえか。大体で当たりそうなんだけど。来た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 。よし、いいね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 。大体、うわぁ、大体大丈夫。大体が、やば、大タイタン大丈夫か。おっ、送られてる。ごめんやばい、送られてる。あ、でもいいよ、ウィザーもうすぐ、ウィザーもうすぐ、もうすぐ半分いくよ。そしたら下で戦うよ。オッケーオッケー。じゃあ俺の鬼人残波とか火を吹くぜ。あ、でももうすぐかな。あ、下行った。あ、下行った。オッケー、半分だったね。やめて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 、やばい、ちょ、一回俺回復します。俺一回回復したい。大事、回復したい、回復したい。どう、死んじゃう俺。回復大事。あ、待ってあ、また撃っちゃった。オッケー、再生のスプラッシュポーションなんか使いました。よし、行くぜ。お腹もちゃんと回復させておかないと。そうなんだね、自動回復そんな高くないから。オッケーオッケーオッケー。ちょっとマジ逃げたい。くそ、許さねえ。記憶さん、ヘルメットしなくね。え、本当にねえけど、剥がされた。よっしゃ、よし、こっから行くぜ俺。大体何やってんの。お、危ねえんだけど。爆発死ぬな俺。一回ここで体勢整えて。まだ俺んとこ来てるよね、めっちゃ。え、ちょっと後ろいる。なんで俺もう戦いてんのに。ちょ、一回俺後ろ向きながらも切っちゃった方が多分楽だと思う。後ろ向きながら切っちゃった方がいい。あー、なるほど。おい、俺肉持ってんだよ、肉肉持ってんだよ俺。うわ、うんやる。あーふざけんじゃねえよー。俺のもの、俺の俺、一発でも、一発当てた、一発当てた。大事一発当てた。キヨキヨ、やばい。エンダーマンが、エンダーマン戦ってて、キヨキさん来る前にエンダーマンがとどめを刺す可能性がなきにしも。俺がやる。早く早く来て。やろー。鬼人残波刀で早くとどめ刺して。鬼人残波刀、待って、鬼人残波刀落ちてた。落ちてたよ。あ、よかった。鬼人残波刀があれば、まあまあまあ、OK かな。ウィザーがどんどん回復していく。回復してる。エンダーマンとの交戦を終えた。よし、キクさん来る、そろそろ。よし、OK、入ります。オンライン、ちょっと飯だけ持って。さあ、こっちよ。あの、チェストに入れといた、なんか、うん、こっちで持ち帰った。あ、めっちゃ残ってる、めっちゃ残ってる。よいしょ、ただいま帰りました。キクさん、オンライン。待って、それ大原さ、あれ装備持っといてもらっていい。俺いろいろつけてきちゃったわ、二軍装備。いや、あのチェストの中しまっといたけど。あー、でもそれでも OK。 鬼人残波刀だけください、そしたら。はい、ウィザーがもうめっちゃ回復、さっきミリだったのにめっちゃ回復してる。俺がぶっ倒す。行ってこい。待たせたな。エリトラ持ってなかったよね。え、エリトラ持ってた。俺エリトラね、持ってないっす。あ、よかったよかった。うん、よっしゃ、じゃあよろしくお願いします。はい、リベンジマッチ。どこいるんだ、どこいるんだ。ここ。あ、いた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 、地上で。あ、タイタイ戦ってる。ありがとう。タイタイ、待たせたな。待たせたな。しゃ、来た。やれやれやれ。さ、鬼人残波と、お見舞いしとる。鬼人残波と、お、タイタイがおとり。おれ。俺がおとりになる。やれやれやれ。
大体よ。そんなストーキングしやがってこれ。ストーキングって。いて。なんかすげえ。ウィザー2体いる？いや。爆弾が後ろからの。おれ。いやめっちゃでかいダメージ。おれ。俺の鬼神ザンパとはウィザーを倒すためにある。おれ。じゃあ、まず最後決めろ。どうした。よし倒した。うん、肉。やばい、俺死ぬ。肉。どうした、どこに倒した。チューンのポーション。できよ。ありがとうございます。あ、スプラッシュしなかった、ごめん。あ、投げれない。あ、スプラッシュなかった。一人飲んだわ。あ、俺、死ぬかもしんない。ケイコさん、安心してください。はい、敵はいないです。ありがとうございます。俺はしかも戻れるぜ、そっちに。あ、取っちゃった。あの、あれ取ったっすよ、星。あ、よかった。ネザースターゲットしました。よし、お疲れでした。お疲れです。俺、裸で参上です、俺。いや、やっぱ鬼神散歩党いいね、やっぱりね、いいね。うん、鬼神散歩党にやっぱ込められてるね。言うことないんでしょ。どこにいるみんな。いた。ごめんよ、ちょっとキューグさんください。はい、ありがとうございます。僕の二軍装備だし。あ、ネザースターまであるだす。みんな何スター、これ。ネザースター。焼き豚。あ、焼き豚、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、でも良い戦いができました、今日も。まあでもね、鬼神ザッパ党がなくなってないのがマジで嬉しいわ。確かに。あ、これ結構それなくなったらだいぶいっちゃうでしょ。結構萎えるんだよ、俺。テンション萎えるからね、物なくす。いや、そうなんですよ、菊さん、マジで萎える。物なくすと萎えるからね、俺ね。じゃあもう戻りますか、そしたら。戻りましょう。え、待ってください。はい。ここの修復しなくていいんですか。しましょう。でもさ、物なくない、物。一回帰んなきゃ無理だ。一回帰らなきゃダメだろ。物がないよね。畑修復して終わりますか、今日は。そうだね。じゃあ一回ちょっと物取りに行きますか。ポロポロやな、ここ。ペロ。PS5 欲しい。PS5 欲しい。欲しい。早くやるぞ。いや、なんか今、抽選が終わったみたいなツイート見ちゃってさ。あ、PS5 欲しかったなーっていう。パソコンレベルらしいで、PS5。 そうなの。あ、いくらだっけ。5万ぐらいでしょ。5万ぐらい。だからそのパソコン並みの性能で5万だから、それいいよな。だって普通さ、パソコンってさ10万ぐらいするじゃん。するミニマムでも。ソニーが本気出してきたって言われてて。でもなんかツイッターでさ、最初に買うとなんかダメだとか。あーね、言われてね、ポンタさん情報に。初期ロットあるあるだね、うん、まあそれは。それは良くない、良くないっていうか、あれじゃない、バグがあったりする、まあ、PSVR とかもそんな感じだったよ、なんかね。あー、まあ、確かにあるあるの話ではあるけど、うん、でも欲しいじゃんっていう。いや、欲しい。そんな不具合なんてもうどうでもいいっていう話じゃないけど、うん、まあ、それを鑑みて俺は欲しいのよ。確かに。ちょっと違う、何が遊べんだろう、 PS5。 ファイナルファンタジーの16あったでしょ、バイオハザードもあったでしょ。まあ、てか今後たくさん出るよね、それで言うと。まあ、さすがにね。だからもういいなーって、欲しいなーって。あと俺ゲーマーではないけどさ、めっちゃ欲しいもん、ゲーム好きとして。最悪あれ映画見れるでしょ。見れる。最悪すぎるやん。 DVD ドライバーとして使えば。いや、なんなら俺 PS4 割とそういう使い方昔してた。映画見れる。映画とかブルーレイとか。ブルーレイ見れるんだよ。そうだね、確かに。それで使ってたね。これでとりあえず土埋まったから。よし、オッケー。じゃあ先に戻った方が早い人が PS5 買ってもらえる。あのね、お前ら甘い。え、甘い。あのね、なんで高安さないの。俺もね、それ言おうとしてた。俺高安さない。マジで。俺悪いもん。危ない。え、どうしたんだ。落ちてこらった、今。落ちれてこらったー。いやー、落ちればよかったのに。あ、そういうこと言って。あぶねー、マジで。どこに落ちんの。いや、なんか、いや、一回戻った。最初のね、そうそう、最初の道あるやん、例のね。ああ。こわ、ビビったー。昔、そういえば、うん、ネザーで何かやってる時さ、うん、慣れない、あの三人称してピョンピョンピョンって入って落ちてったことなかった。え、キヨが俺、 そんなのだったっけ。めちゃくちゃ面白かった記憶あるんだけど。そうそうって。なんか、ほんと何気ないダンスジャンプしたら、なんか溶岩の海、まさかさみたいな。あったっけ、そんな。キヨキヨさんの真髄っす。あれ、いつだっけな、いくつだったかな。ネザースイッチが全然終わってない頃だったから。あれ、カズさんワールドで。カズさんワールドで。あれな、マジであれやばかった、あれ。え、カズワールドだったの。カズさんワールドでネザーでピョンピョンと跳ねてたら、なんか3マスぐらい間が空いてて。あはははは。え、それちょっと、あれで拠点の近くだよね、拠点の近く。あ、全部なくなった。あれ、おもろかったな。みたいな。あれ、やばかったな。どこで落ちたみたいな。
ちょっとクワ余ってる人いないですね。クワ余ってる人もう終わったんじゃない。終わった。クワはちょっと人参やるか。そしたらあでもこれでさもうほとんど完璧な修復を果たしたんじゃない、ね、確かに。なんならなんか人参増えたしね。増えて増えて人参増えてなんかモリモリ育ってるよみたいな。いや、いい話よ。いい話やな。まさかあいつ戦うとはね。ねえ聖地とかそういう感じかなと思ってたけど突然のウィザー戦だから俺てっきりね、うん、黒曜石だと全部撤去すんのかなと思ったんですよ。マジ。ああ確かにこれ骨折れそうだなと思ったんだよ。でもそれってやっぱした方がいいの黒曜石の塔。まあぶっちゃけ黒曜石の塔ってもう一回生やすこともできるから、うん、収穫場になるんだ。なんかでこのエンドで建築すんのかなと思って。なるほどね。まあそれで撤去してんのかなってちょっと思ったのよ。ただの戦い。ただのウィザーのあれ出た時ビビったわ俺。ねゲータルゲージがね。じゃあ戻りますか先輩方。戻りますか。戻りましょう。レッツアップドン。あ楽しそうやな。いけない。いけないよ君たち。じゃあ戻りましょう。これが戻るの最短ルートだよね。そうか、まあ、普通に戻るっていう。うわクリーピングオベーションいる。あぶねえマジ。あぶねえ危ねえ危ねえわー本当に。この辺あそっか湧き潰ししてないのか。そうだ。そっか、だから敵いるんだ。なんか支度部島にもいるぞ。釣りハウスの中いるけど。釣りハウスの中に謎にいる。なんだマジで。うん、なんだよこれマジ怖いわ。なんか甘いとこあるな。ということで、はいこちらエンドの片付けお願いできますかというところで、これ片付け終わりました。お疲れ様です。一応掲示板で報告しておきますか。確かにそうだね、片付けっていうのがすごい。あの片付けておきましたって思う。ちょっとね片付けでもうバイオレンスな表現だけどね。そうだね、始末しときましたでしょ。そう始末屋ですから俺たち。始末屋確かに。じゃあちょっとこちらにね、リアルの始末書めっちゃ書いてたんでしょ。始末書じゃあ書いときます。始末書一回も書いたもんね。はいこちら、はい、エンド始末しときやした、はい、いつにも始末やお任せください。ちょっとやどこって逆取りやということで書いておきましたね。はい、これでもう、うん、もうねやっぱ帰宅部トリオといえばやっぱりもう始末屋ですから。なんかやだな。なんかやだ。何でも始末しちゃうからね。ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。はい、このですねカズさんワールド毎日ね投稿中でございますんで、ぜひともね真ん中のボタンからチャンネル登録お願いします。そして周りにはですね、カズさんワールドパート1から最新回の動画がね全部入ってる再生リストございますんで、まだ見てない動画あるからそちらチェックしてみてください。さあしっとお願いします。動画の説明欄にはね大原と大体の自分チャンネルリンクありますんで、ね、3人をぜひとも応援していただければなと思います。お願いします。ぜひもチャンネル登録お待ちします。ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。